オーロラブラックオーロラブラックは、岡山県で生成され2003年に、品種登録されたブドウである。産地間の競争が激化する中、ピオーネや富士ミノルといった大粒の種なしブドウが、市場を広げていたことを背景に、欠実良好で栽培しやすい、岡山県独自のブランド品種を求め、岡山県立農業試験場が、大粒のオーロラレッドの自然交雑未生から発種し育成した。 2017年頃までは、岡山県のみで育成されていたが、現在は他県にも苗木の供給を行っている。全国各地で栽培される、藤実のの収穫時期が7月頃から始まるのに対し、岡山県で主に栽培されているピオーネは9月から10月が、露地栽培種の収穫時期であることから、オーロラブラックは、ピオーネよりも早い時期に収穫できる。 要栽培技術の確立が求められてきた。大粒で甘く、種なしである。オーロラブラックと名が付いているように粒は四国色で薄皮で噛み切りやすく、渋みが少ないためそのまま食べることもできる。市場評価では香りについての評価が分かれるが、果実着色及び甘み、肉質、外観に優れた評価がある。また、大粒のドウは、 収穫から時間が経つと枝から実が離れてしまう脱流を起こしやすい欠点があるが、オーロラブラックはこの脱流が起きにくいことが大きな特徴である。収穫から長距離の輸送にも適しているだけでなく、購入者の手に渡るまでも日持ちが良いことから、国内需要だけでなく、海外への輸出も期待されている。ありがとうございます。